川口市立科学館とは、市立青木町公園内に設置されていた、市立児童文化センターを廃止し、新たにスキップシティに川口市が設置した施設の名称を。川口市は、市立青木町公園内に、川口市立児童文化センターを設置し、児童教育や生徒教育に役立ててきた。そちらには、15センチメートル屈折式、天体望遠鏡及び、プラネタリウム、 産業展示室、図書室等が設置されていた。この施設を行政改革に伴い閉鎖、移転して生まれたのが私立科学館である。なお、以前児童文化センターにあった産業展示室や図書室は職業訓練校、中央図書館などに集中化することで効率化を図った。スキップシティの西館にある。1階には展示室、また3階にはプラネタリウム室。 本館屋上には公開転問題を設置。施設設置型公開望遠鏡。反射式望遠鏡及び屈折式望遠鏡は晴れた日の毎週土曜日に公開が行われている。開始時間は季節ごとに異なるため、要確認のこと。また、先着順での公開となっている。観測対象は太陽望遠鏡及び屈折式望遠鏡が太陽及び惑星等の 太陽系内天体である。また、反射式望遠鏡は、その光景を活かして、星雲、星団等の観察となっている。一般投影プログラムは科学館で企画を行い、コニカミノルタプラネタリウムによって制作された番組の投影を行う。学習投影は、学習指導要領に沿った、天文教育プログラムを科学館独自に制作し、 学校の理科教育に合わせたプログラムの投影を行っている。企画投影として宇宙劇場型の利点を活かしてステージを用いた書籍朗読型の番組や音楽鑑賞型のプログラムが投影されることになった。川口市内の学校利用や社会教育団体の場合には科学館へ事前申請を行えば無料。また、障害者も 事前申請を行えば減免される。六連式太陽望遠鏡からの映像が晴れた日には、展示室から観察ができる。科学展示室では、サイエンスショーが行われている。また、科学展示室内には、様々な科学遊具を用いた、実験トームを行えるようになっている。入り口の近くには、鉄道模型の自動運転が行われており、有料であるが、 自分自身で運転を楽しむことができるようになっている。その他、子どもたちの休日に合わせた各種イベントを開催している。郵便番号333-0844埼玉県川口市上青木十1 2 1 8最新版日本の地理5関東地方41ページこのような高度な装置を保有する地方自治体の天文台としては数少ないため観測実習等も行われている。 ありがとうございます。